はい、皆さんこんにちは。タクシーチャンネル源太です。本日はこちら3月度のタクシーニュース厳選4つですね。はい、この話題についてお話ししていきます。で、タクシー業界のニュースをこうやってピックアップすることは私たち乗務員にとって何がいいかっていうと、全体でどういう流れになってんのかなとか、こういうニュースあったっぽいなみたいなのちょっと頭の耳にですね入れておくことで、働き方とかですね、身の振り方とか稼ぎ方とか、そういうのを参考になってくれればいいのかなと思います。私たち個々の乗務員はですね、どうしてもやっぱり全体の流れですね、ルールとかやっぱりその市場の好調不況とかに左右されるところはあります。なので、これからですねタクシーの業界考えている方も、そのタクシー業界全体の流れとか、最近このグループが結構台数伸ばしてきてるよとか、単純な話、そういうところで、どこの会社に勢いがあるのかなとか、そういうのも上がってくると思うので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、で今日は本文に入る前にいくつかお知らせというかおしゃべりをしてから入ろうと思います。本文にそのまま行きたい方はですね、下にタイムスタンプ出しておきますので、ここ飛ばしちゃってください。で、お知らせ一つ目ですね、登録者数1000人ありがとうございます。結構嬉しくて、こんな感じで1000人になった時に撮影することができました。でね、この撮影した時にたまたまその同僚にやったー1000人いったよーって見せたら、この本数の数めっちゃタクドラっぽいねって確かに246じゃーみたいな、青山通り246ですよ皆さん。いやー、私あんま好きな通りじゃないんですけどね。はい、というわけでありがとうございました。特典ですね。特典今作ってますので、数日お待ちください。はい、もう一つですね。もう一つは、日々ですね、結構少なくはない数の DM を、転職相談の DM いただいてるんですが、皆さんありがとうございます。本当に丁寧に書いていただいてて、源太さんもありがとうございます。いつもありがとうございます。私の状況こうなんですけど、こうどうですかとかって聞かれると、本当に答えやすいんですよ。で、最近、やっぱり他のエージェントさんとかも、会社受けられた方の、その会社相談、この会社どうですかっていうのは、やっぱりどうも言うにもね、やっぱりその利益を減しちゃってるので、そういうことはやってないんですけど、やっぱりどうしてもそういうふうにね、綺麗にちゃんと丁寧に DM いただくので、きちんとその答えられる範囲では答えてますっていうところです。今後もですね、私の方針としては、全体ですね、タクシー会社業界全体が、会社も私たちもこれからの乗務員さんもが全部ですね、良くなるような活動、情報発信の仕方をしていきたいと思っているので、ぜひですね、よろしかったら、今後もご覧いただいて、DM とか Twitter、ノートなんかも見ていただいて、仲良くしていただけると嬉しいです。はい、それでは、お待たせしました。本文に入っていきましょう。はい、では、今月もですね、この壁を壁紙にして、3月のニュース4つですね、ピックアップしてお伝えしたいと思います。まず一つ目ですね。一つ目は、群馬県でコタクが消滅しましたよっていうニュースです。このね、ニュースは何がっていうとね、業界全体的な高齢化もあるんですけど、特にその、地方ですね。地方のタクシーの業界がもうちょっと立ち行かなくなってるよっていうところが結構あると思うんですよ。これね、もう5年とかぐらい前から顕在化してた話なんですけど、私がね、知る限りですけど、いろんなその、知り合いとか、地元の方とかに今聞いてて思うことなんですが、地方はタクシー無理だよねっていうのはもう5年ぐらい前からずっと共通認識があって、白タクが横行してるんですよ。特に例えば飲み屋さんだとか、飲み屋さんで契約してるそのおじいちゃんみたいなのがいて、その人がなんか送り迎えしてタクシーの半額以下みたいなところですね。そう。なので、もうメーター料金使ったタクシーはもう無理だよねっていうところが、来てると思います。で、若い人がその白タクに乗るか乗らないかっていうのは、わかんないと思うんですけど、若い人車持ってるのでね、別にそういうところはあんま苦労しないのかなと思ったりもします。で、タクシーを使うような場面って、多分、飲みに行ったり、緊急の病院とかだと思うんですけど、その時はね、大体、でも、田舎の人って、家族とか友達とかで、車融通し合って、帰るじゃないですか。たまにタクシー使うけど。で、結局病院の時は救急車でしょ？って考えたらやっぱいらないんですよね、タクシー。介護タクシーとかもやっぱり全然ありますし、介護施設と契約してるね。なのでやっぱタクシーは結構なくなってくるんだろうなっていうのは思います。なので、働くとしたらやっぱり都市圏ですよね。福岡、大阪、名古屋、東京、仙台、北海道、
あ、北海道、札幌、うん。やっぱその辺の地域に限った営業区域でしっかり働くのが、まあいいのかなと、14日まであっていいのかなと思います。都市はタクシーっていう感じですね。はい。二つ目のニュースは、名札ですね。これの廃止です。乗務員証の名札ですね。まあこういう感じの顔がついてる乗務員証なんですけど、これはでかいですね。これね、結構東京だとね、結構 TikTok とかね、その動画とかに撮ってね、アップされるんですよ、SNS で。その運転手さんが悪いとかそういうわけじゃなくて、なんか車内でなんかやってる人とかいるんですよ。お酒飲んで気分良くなって4人とかに乗ってきて撮影して、いや、ちょっと待って、顔入ってっからみたいな。私言いますけど、ごめんなさい、この写真は顔入ってんのはダメですよ、消してもらっていいですかって私言ってるんですけど、どうしても多分女の子とかだと上げられると結構やばいと思うし。ストーカーとかね、全然あるんでね。まあそういう意味では、廃止。これは素晴らしいなと思います。で、私もツイッターでですね、結構前からこれはずっと言ってました。これは廃止しないとまずい制度だよっていうのは現場の声として。それが、こう、叶ったっていうのはいいことだなと。まあ嬉しかったですね。単純、本当に嬉しかったです。で、これ、実際にこう、実施されるのは夏ぐらい。って書いてるので、また、いつものね、タクシー業界のその、流れからすると夏って書いてたら大体秋ぐらい、9月ぐらいかなと思うんです。9月1日とか、まあ、9月15とか、それぐらいには、名札廃止されて、まあ、スーパーサインに名札つけなくなるのかどうなのかわかんないんですけど、新しい名札が来るのかわかんないんですけど、そういう感じで乗務員証番号になるのかなになると思います。顔写真と名前みたいなのが消えるのかななんて思ったりはしてます。はい。で、3つ目ですね。3つ目は、この S ライドと、ヤフー乗り換え案内の協業っていうのが発表されました。これはね、S ライトさんとヤフー乗り換え案内っていうのはバスとかタクシー、バスとか電車ですね、の乗り換え案内の時にその S ライドが出てきてそのまま配車できるよっていうところですね。なるほど。いいですねって感じですね。Google マップだとやっぱり Go とか出てくるので、GoDD ですか、ね、出てくるので S ライド頑張ってますね。まあただ S ライドはちょっと軽車両下げた方がいいと思いますね。本当全然 S ライドいいと思うんですけど、その顧客側のアプリいいと思うんですけど、もう少し乗務員側のアプリいじってあげないと、乗務員がこう取るのを取ってもなんかこう、っていう感じになんか思っちゃうとやっぱり取りに行きにくいというか、数があればそれでもね、人間って慣れると思うんですよ。嫌なことでも数がたくさんあればもう慣れてポン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 って行くしかないよね。じゃないと食っていけないしみたいなのがまあ GO だったりするんですけど。S ライドは結構急になるんで、本数が少ない割に急になると、って、まあ人間のね、その、感情の問題なんですけど、まあなるので、その辺をもう少しこう、IT より良くしてくれたら、まあナビとかも結構やばいんでね、相変わらずいいのかなと思ったりはします。ただまあ優先順位低いですよね。こういうふうにその、発注数上げていかないと、多分どうにもなんないと思うので、発注数上げるのはすごくいいことだなって、私は現役で、ね、現場でいる身からしたらすごく思います。はい。で、4つ目ですね。4つ目。これ、高砂自動車だったかな？呼び方。そう。目黒区のですね。そう、元チェッカーさん。これが業務提携で KM ですね。で、これね、もう最近すごいんですよ。チェッカーさんの、会社が一度東京無線に行ったが、しかし、まあ、去年チェッカーさん潰れてですね。まあ、潰れたっていうか、まあ、潰れたっていう方は言わないように、こう、協業して、東京無線になったんですけど、そこの会社がね、ほぼね、そのね、NK とね、KM 系にね、もうしっかり分かれてね、吸収されてるっていう。で、そう、働く側からしたら、こういう入ったばっかりの会社ってあんまり私お勧めしてないんですよね。できないというか、私もいろいろ知ってて、うちの会社もね、かつてそういう時があって、半分以上乗務員辞めてるんですよ、その時に。なので、まあ体制が変わってるってことはもう動乱期っていう感じなんですよね。で、まあもともといた社員さんとか乗務員さんはやっぱりもともといた社風があるし、新しく入ってきた人はそれに合わせるか、新しくね、その本社から出向してきた人と共に、まあその会社作っていくってことになるんですけど、結構圧力あるからね、本当に。やりにくいですよ。変な意味でそのなんかこう、派閥できたりもするし、本当にその会社で誰とも話さないとか、もう会社はもうただ稼ぐだけ、車に乗ってもう帰ってきたら納金して帰るみたいなスタンスだったらいいと思うけど、心地よく働くっていう感じだと、この業務提携したばかりの会社っていうのはね、
あんまり良くないと思うんですよ。半年、いや最低でも半年、せめて3年とか、やっぱり時間を置かないと、なんかそれっぽくなってないんですよ、普通に会社が。っていうのは、まああります。まあただね、他の会社に比べたらね、全然タクシーってそんなに人と関わんないから、社内の。そういう意味では、まあ、いけるっちゃいけるのかなと思ったりはします。だけど、私は本当にやめた方がいいかなと思ってて、もともとちゃんと社風のある、なんかだったら、東京無線の会社とかでも全然いい会社あるから、そっちの方が全然私だったら入るかなっていう感じですね。この業務提携したての会社っていうのはね、本当にね、車もそうですね。人もね、結構やばいから、出入りが激しくて。出入りが激しいと、まあ、いろんなね、本当に大変なこと、めんどくさいこと起こるから営業以外で。で、タクシー営業以外でめんどくさいこと起こるのって本当になんかもう損だから、それがないのがいいとこなのにって思ったりはします。はい、今日はですね、もう一つ補足です。冒頭にですね、DM 結構転職相談いただいてますよって言ってたんですけど、この転職相談で、まあ、ここを紹介されてますみたいな会社教えてくれるんですよ。でそうすると、まあ大体外してるっていうか、まあ私は行かないよねっていう会社がほぼほぼなんですが、なんだろうね、その紹介する方って、もちろん紹介報酬なんでしょうけど、なんか3年後に入っててさ、良かったって思われるような紹介した方が私いいと思うけどね、リピートをもらえるかもしれないしって。で、まあ多分わかんないと思うんですよ、その紹介側も。なんかもう、早すぎるから動きが。だって先月の会社が今月にはもうね、ブランド変わってるわけじゃないですか。 N とか KM とかになったりしてるわけなので、それいちいちチェックできないし、そこの会社に行ってどういう社風かとか、じゃあブリーズ何パーかってチェックできないですよね。なのでまあなんとなく行くんだろうけど、それでもね、なんかねって思っちゃいますね。なのでまあ私にできることがあればね、もちろん今 DM でやってますし、このね、その、ありがとうって言ってもらえることがあるのであれば、もう少しできることを増やしたいなと個人的には思ってますけど、私の YouTube に気づいてくれた人はこうやってなんかこう、DM いただいて、まあ少なくない数で聞いてくれますけど、まあほとんどの人はそうじゃなくて普通に入っちゃってますからね、もう。まあ別にそれでもいいし、まあ最低限稼げるとは思うけど、3年後くらいに気づくんですよ、結局。なんか向こうの会社の方が良くね、みたいな。だそういった時にですよね、また同じサイト使うのかなとか思っちゃったりします。はい。で、この辺で今回の3月度のニュースは終わりです。この中でね、一番大切だなと思うのは、割と私はね、群馬のコタクの証明です。これは結構ね、地方の、そのタクシー事情としてはかなり厳しいかなって。パワーワードですよね。コタクが一台もいない県って。そう。だから、その、群馬、例えば働いてた人からしたら、自分の職業とか、昔はタクシーってあったんだよとか、昔はこっちにタクシーってあったんだよっていうのがまああって、本当に移り変わりがあるんだろうなと思います。都市部は絶対タクシー残ると思うんですよ。今すごく伸びてるし、業績もいいと思うので。そう。だ地方と都市部で、やっぱりその、あり方、タクシーっていうのはあり方をやっぱり考えていかなきゃいけないんだろうなと思ったり。だからそう考えると働くのはやっぱり地方よりも、地方って結局拡大してくるんで、で群馬からじゃあ次埼玉に来て、埼玉からまあどこら辺泊まるかみたいなのがあったりもするんで、やっぱり働くなら都市部の方が私はいいのかなと思うんだけどな。まあとはいえね、その若い人がその地方とかタクシーやるのはいいなと思います。あとね、沖縄の島とかはなんか1年くらい前に島遊びに行ったら、すごいタクシー足りてなくて、めっちゃ儲かるって言ってたんですよ。いや、そうだろうなと思って、タクシーの台数がいないもん、しかも乗ってる人もいないし、みたいな。だけど、観光客とか利用する人はいると。でそういう、その、需要と供給に完全にギャップが生まれてる街とか、エリア、営業区域あるじゃないですか、タクシーって。その営業区域を見つけられたらそこでやればいいと思うんですよ。ただ、まあ、何も知識がなくって、未経験でこれからなんとなくタクシーやりたいなっていう人は、まあ、黙って、その都内が、まあ一番、分かりやすくていいのかなって個人的には思います。で、私もね、そのね、別に、なんだろうな、結婚してなくて、なんだろう、子供とか考えてなくて、その、家とかね、そういうの別にどうでもよくって、フリーターになってたら、なんか結構そういう人生好きなんですよ、私。そうでも別にいいなと思ってて、意識度低いから。でそしたら、石垣島とか、その、宮古島でタクシーやりたいなって、本当に今思いますよ。
まあ、今はね、こういう活動もあるし、離れられないけど、東京離れられない。だからタクシーって、まあ、本当に需要と供給のギャップをさえ見つければ、どこでも稼げるっちゃ稼げるし、まあ、そっちはね、別にその地理のある程度分かれば、あの東京みたいに流しのスキルとか場所たくさん覚えたりしなくていいと思うので、場所たくさん覚えることによってね、月収が10万円変わるとかそういう世界ではないと思うので、まあ立ち方働き方でいいのかなって個人的には思います。なので地方のタクシーも全然私は応援してるし、まあここめちゃくちゃいいよっていうところがあったら、私全然言わないんで、あの DM で言われたこと言うなって言われたら動画で言うことはないので、まあぜひですね、あのいろいろお話情報交換できたら嬉しいなと思います。はい、本日はいかがだったでしょうか。引き続きですね、タクシーの情報を発信していきます。よかったらチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。あとですね、そうそう、ツイッター、出番の日で気が向いた日に、書いてますので、ぜひですね、フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。